to all Dragon Ball Z Dokkan Battle players around the world. 2024, unification of operation schedules. Dokkan Battle has finally unified the operation schedules of the Japanese and international versions. With aligned operation schedules, players around the world can anticipate exciting new characters, perform summons, coordinate powerful team combinations, and clear all new challenging events together, sharing new experiences across the globe. Now, players can finally play together and experience a ton of fun. It's all about bringing players together worldwide. Dokkan Battle is completely unleashed. Enter the world of Dragon Ball Z Dokkan Battle. United, we Dokkan! Who's up next? さあ、もう何言うや、全くわからんかったけど、唯一わかったのは、ドッカンバトルだけ。いつもありがとうございます。おそぼんば、徳島のバンブキンです。本日もドッカンバトルをやっていくんですけども、公式の、海外の公式の方かな、次のなんか、匂わせの、なんか、動画なんか投稿なされてたんで、ちょっと見たら、なんか、ネクストみたいな。そうそうそう。わからんのになんか考察動画出せないなと思うでしょ。いや、まあまあいいじゃない。いや、サプライズ極限来るんちゃうんかなということで、うん。フーアネクストどういう意味かわかんないんだけど。なんか、背景に花火がバーンって上がったでしょ。なんか、それに関連する、なんか極限が、まあサプライズで登場するのではなかろうかということで、まあ今日ね、ちょっと皆さんにお届けするんですけども、なんだろう、花火言うたら、もう、あれしかないのよね。花火言うたら何ですか？何ですか皆さん。そうですね。ナメック星編。で、なんだろう、この、純粋に、七夕、まあ祭り、まあ花火に関連して、七夕ゴジータが極限、サプライズ極限、かと思ったんすけど、まあ、汚ねえ花火だとか、なんかほら、花火が、あ、花火じゃない、クリリンがさ、ほら、爆発するときも花火みたいになるじゃない。ああ、爆発するときね。で、それに関連づいたら、ナメック星編の、このバカ野郎悟空と、フリーザフルパワーのサプライズ極限が、なんだろう、10月1日にメンテナンスだったんかな。このドッカンバトルさん。で、そのメンテナンス明けに、なんかサプライズ極限が、まあ、来るんちゃうかっていう、私の予想。そうそうそう。あくまでも予想な。こんかったらごめんな。で、ナメック星編で言うたら、ナメック星人やって、ナメック星編で言うたら、あとそうだな、極限、まあ、ここいらか。ここいらも、3年前か。3年前の世界同時キャンペーン。ん？去年が未来。そうやな、3年前な。ここいらか。ここいらも極限。まあ、来そうですよね。ナメック星編のサプライズ極限が来るのであれば。クリリンご飯何度やったっけ？あ、二度つか。リンク全然上げてねえよ。こっちは上げとったような気がするけども。まあ、やな。上げてんな。まあ、ここいらのさ、4体の、なんかサプライズ極限来た、嬉しいよね。もう花火言うたらこれしかわからんな、俺は。で、さっきも言うた、あれ、なんだ、これ、七夕ゴジータ。いつぞやの動画でもこれなんか来るんちゃうかっていう、解説動画、投稿させていただいたんですけど、まあ、花火、まあ、夏、まあ、七夕、スーパーゴジータ。難しいな。皆さん、なんか何が来ると思います？まあ、ネクストっていうか何かしら来ますわ。ただ一つ言うのは、ガシャは絶対来えへん。もうガシャは無理じゃって。ガシャは無理だから。まあそんな感じで、まあ何かしらなんかサプライズの、まあ、極限なり何なり、来るかと思います。で、これ来るんちゃうか、あれ来るんちゃうかってあったら、ぜひね、この動画のコメント欄にてどしどしコメントをください。ね。おしゃべりしましょうよ。こういう考えてる時がドッカンバトル一番楽しいから。まあそんな感じで。まだまだ世界同時キャンペーン、終わらなさそうなので、
共に、楽しんでいきましょう。この動画良かったって方は高評価で、チャンネル登録お済みでない方ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。